ます。ジンムです。アニマルテイル第 4.5 話を始めていきます。アニマルテイルシリーズでは、とある少女の物語に沿って、まっさらな状態の島を島クリエイトしていっているのですが、こうね、どんどん土地を物語に沿って作っていくと、どうしても家と家の間とかが空いてしまうんですね。今回だと、ビンタ君のお家から、このベーグルちゃんのお家に向かう道を動画内では作っていなかったので、点5話として少女の物語の道なりを描く小さめな島クリエイトをやっていこうかなと思います。でも結構この問題っていろんな人が抱えていると思っていて、こうね、作りたい場所を作っていくと、なかなかね、こう道どうやってつなげようかなとか、ピンタ君のお家周りはこんな感じでお家前も含めて道なりを島クリエイトしたのだけれど、例えばすごく細かいけれど、案内所からピンタ君のお家につなぐこの道なりとかも、まあ、すごくちょっとしたつなぎだけれど作るのが難しいなと思うので、こういったところもどんどん作り込んでいきたいなと思っています。それではやっていきましょう。アニマルテイルではこの空港からスタートして、こうどんどん進んでいくにつれて冒険が進むようにしたいんですね。なので道なりをね、つなげるってことも大切にしていきたいんですけれど、この案内所からビンタ君のお家に行く道なりはここにね、作ろうとは思っていて、で右に崖も用意してあって、なのでここは一旦前膝を張って家具を少し置く程度で大丈夫そうですね。ということで早速張っていきましょう。ここに張るのはビンタ君のお家前に使っているこの茶色いレンガか、案内所に使っているこの白いレンガかっていうのがすごく悩むんですけれど、この角度的にビンタ君のお家からよく見えるので、この茶色い方を使おうかなと思います。こんな感じでざっくり適当にレンガの前デザインを貼らせてもらいます。間違えた。はい、こんな感じで、そしたら今度は家具を置くんですけれど、ここにね、黒のガーデンライトを置いたので、こういうところにも置こうかな。こんな感じで、よいしょ。で、あとは低木ですね。ビンタ君のお家で黄色の金木犀の低木を使っているので持ってきます。そしたらここに木があるので、こう木の奥側が寂しくならないように、まず丸太の柵でここにポンと立てて、でここに金木犀の苗かな、押す。まあこれ生えてきたら多分いい感じになるはず。このエリアはビンタ君寄りのデザインと、あとこの黒いねデザインをちょっと織り交ぜた感じで、少しずつ要素を足した感じに仕上げていくのが結構道なりのポイントかなってジムは思っております。ナチュラルなガーデンチェアを置きます。これが黒も、あのビンタ君のお家に使っている白っぽい木の色も入っていて、ちょうどいいマージ具合なので、ここに置こうかな。で背景にハロウィンの柵をサクッと立てていきます。あー、もう一個後ろでもいいかもね。ここかな。こうするとこの左右のね、柵のラインが揃うので、ちょっとゲート感が出るよね。そしたらここにも金木犀の苗を生やしとこう。ちょっとちらっと見えるからね。そしたら今度は空いている隙間に白いコスモスの株を生やします。チューリップと悩んだのだけれど、まあこの紙なし点だとコスモスの方が見えるから、バランス的にコスモスにします。隙間にもポンと。ここにはもう一つ石を貼らせてもらいましょう。バランスを見て、ここの石を一旦消して、で白いやつを引こうかな。こう出口感を出します。よし、こんな感じかな。もうものすごくシンプルなのだけれど、道も大切な要素なので、シンプルに通りやすく飾り付けていきました。じゃあ次の道に行きます。今度はビンタ君のお家の前を階段登って、で裏に回って、このベーグルちゃんのお家がパーってなるんですが、
少女はこっちの右を通って、でここにね階段をかけようかなと思います。で階段を降りて、あの橋に行くこの辺りの道を作っていこうかなと思います。で階段はね、まあ個数制限があるのだけれど、一旦ねかけたいところにかけて、まあ足りなくなったら足りなくなったで考えます。いやこういう時はねノープランの時が辛いんだけれど、まあね一旦作ってもすぐぶち壊せるし、まあとりあえずたぬきからね階段をもらいに行きましょう。あんまりね橋に近づけて階段を建てるとあれかなと思って、一応この出っ張りをずらしてはいるんだけど、もう少し崖広げてもいいかもな。こんな感じで、うんうん、でここに建てる。あれ荷物がいっぱいで持てないってたぬきから言われてるの無視してたので持ってきます。わあ茶色コンビかわいい、癒しのお二人ですねめちゃグイグイ押してるけど、一個崖削ってもう一歩左にしようかな。なんでかっていうと奥に橋が見えるんだけれど、橋とかなり被ってしまうので階段が、それをずらしたいからです。削れ削れ、どんどん削れ。崖を削るのってなんか削るってこと自体で結構思い切り感があるよね。あこんな感じでどうかな。もうカメラがグワンってなった。わわかんねえカメラがグワンってなったせいでわからんので、一旦削ってもう一度見てみます。おおなるほど、もう一個奥かな。これは地道な戦いですね。うん、これで良いんじゃなかろうか。あちょっと橋と階段が近いかもな。やっぱ一個手前にします。うん、ここにしよう。そう、神様っていう設定でさ、しまくりしてるのにお金払ってるんですかってコメントいただいてちょっと笑った。いや神様だろうがね、ちゃんと人間界のルールには従いますよ、ということで払いました。そしたら崖を調整しよう。ここはやっぱりもっこりさせた方がいいかなと思ったので、もっこりさせていきます。あとはこの崖の上ですね。ここを低木の位置をずらして階段にね降りやすくします。この手前側もちょっと装飾しないとだね、広げたから。あと道もこっちに階段が立ったので、一マスずらしていきます。あでそうだ、今日のね日付が10月の15日なんですけれど、何の日かっていうとね、あそこに住むベーグルちゃんの誕生日なんですよ。なのでねちょっとね動画の趣旨とはそれるんだけれど、お祝いしたい。そしたらここに秋色の金の実を生やして、で階段が立つ前にちょっとベーグルちゃんにプレゼントを渡しに行きたいと思います。あー雪美ちゃんも歩いてて可愛い。釣りをしてるのかな。あなんか全然釣るする場所がなくてごめんね。釣り場を一生懸命探してるんだね。住民さんもこの橋の上から釣りできたらいいんだけど、できるんだっけ、見たことないかもしれん。そしたらベーグルちゃんにふさわしくこのサービングカートのナチュラルを包んでプレゼントしようかなと思います。ベーグルちゃん誕生日おめでとう。おおサスケくんが祝いに来てましたね。わあ、いらっしゃいませ、ジンムニムニ。どうぞ中までお入りください、グー。あ、そういえばね、ジンムニムニってね、サブ島の子たちにも呼ばれるようになりました。いや、かわいいね。めちゃテンション上がっとんな。いや、おしゃれさんになってますね、ベーグルちゃん。大人の服。この重さ。あ、結構重いかもね。まあ、サービングカート、とっても素敵です。大事に使いますね。グー、ありがとう。え、サスケくん、はしゃぎすぎだね。サングラスめっちゃウケる。お前もベーグルの誕生会に駆けつけてきたんだで。オイラなんてトレーニング放り出してダッシュで来たんだぞ。祭りだ。まあ、祭りやね。確かに祭り。じゃあ、おめでとうね。さあ、階段はどんな感じか。ここをグッと行って、おー、いい感じ。やっぱ道は通りやすい方がいいよね。ちょっとこの低木だけ邪魔だから抜けちゃおうかな。今回のしまくりでは結構歩きやすさを重視していきたいんだよね。で空いた寂しくなったスペースには黄色い木の実を引きます。よし
そしたらまずは道をつないでいこうか。まず道はやっぱりこのレンガを引こうかなと思います。こっちにも使ってるしね。斜め橋からの道って結構難しいよね。チームはこうやってちょっとね、かぶらせてスタートしてもいいかなと思ってる感じ。適当に引いておかしいなと思ったところだけ調整していく感じにしましょう。まあ間違えた本当にマイデザイン引くの下手くぞ。よし、とりあえずこんな感じで引いてみました。こうちょっと迂回してね、橋に向かう感じにしようかな。で、この辺りに家具か木とかを生やそう。そしてここは雑草をちゃんと抜きましょう。あー、神様もポケットはパンパンになります。ポケパンです。ここは真ん中に道引けそうなので、道というか土引いちゃおうかな。あ、ベーグルちゃんのところが丸作ってるから丸をしよう。ここね、こんな感じで丸を作ります。で、やっぱりまずは木を植えていくので、まずこの辺りとかに小さめな針葉樹とかをね、植えたいかな。こう迂回する何か。あ、でも針葉樹、広葉樹がいいかな。この辺りって木って植わるのかな、広葉樹とか。あ、階段の横は植えれないんだね。そしたらこの奥側には広葉樹とか、ポンといい感じに道なりに沿って針葉樹もポンと。とりあえず植えたい場所に当たりをつけて、広葉樹と針葉樹をいい感じに配置していきます。よし、そしたらあとお花も先に植えとこうかな。ちょっと位置はまだ決めてないんだけれど、お花も成長の時間が必要なので、この木の成長と一緒に見届けたい。そうやって効率化をしていきたいです。今回はベーグルちゃんの家に生やした菊をね、生やしていきます。黄色と白の。とりあえずあったら可愛いかなと思う場所に植えて、生えた後の成長を見届けます。はい、そしたら成長してきたので木の配置をちょっと変えてみました。で、もうちょっとこの辺のスペースを広げたかったので、この辺りをね、1個ずつ右とかにずらして確保スペースしました。確保スペースを確保しました。間違えた。そしたら家具を配置していきつつ、このお花とかもね、位置を調整したいのだが、家具とそう、低木もね、植えたいんだよね。で、今回はこのベーグルちゃんはオレンジの金木犀、ピンタクのところは黄色の金木犀と黄色のハイビスカスだったので、ここは黄色とオレンジの金木犀をいい感じに生やしたい。まず木の前とかに金木犀どうかな。あー、こっちにも生えるっけ。生えた。あ、なんか結構木の目の前にこう金木犀というか低木を生やすのありかもしれんな。でもそうするとこの丸がちょっと近いので1個ずらそうかな。これを引っこ抜いて、丸を1つずらして、で、この前とかに積み木ベンチをドンと。お、なんか豪華な感じでいいかもしれん。そしたらこの後ろに丸太の柵を立てると、そうすると小さい木なんだけれどちょっと大木感が出ていいかもしれん。道一個ずらすか、ここレンガかぶっちゃってるからね。こんな感じかな。で、そしたら今度はこの辺りにノームさんと、この黄色と緑のね、ノームさんがこのエリアに相性がいいので、あとサービングカードを置きます。これはベーグルちゃんのところには薄いね、茶色を置いたんですけれど、今回はこの濃い茶色をノームさんがね、引っ張っているような設定にしたい。で、この上に
コーヒーカップをこう、じゃん。この茶色のサービングカットに茶色のコーヒーカップがいい感じで、その後ろは低木を1個植えたりとか、丸太の柵を立てたりしようかな。こっちにも低木を立てて、うん、いい感じ。そしたらここにもなんか作りたいんだけど、丸作ろうかな、とりあえず。なんか丸を作るとき、こう必要最小限のこの位置取りで作れて嬉しい。そしてここにペーグルちゃんのお家にも置いてる丸太のスツールの濃いオレンジのと、もう一個薄い茶色のを置いて、で薄い方には本を置こうかな。ベーグルちゃんとかが読書するようなイメージです。でここの隙間にもとりあえずオレンジ置くか。で、あ、でもバランス悪いのでやめて、ここは丸太の坂かな。実は丸太の坂のレシピを持ってなくってさ、メイン島から持ってこなきゃいけないのでピンチ。あと1個しかない、あと2個しかない。うん、そしたらこの後ろに丸太の杭だ、杭を置こう。そしたらこう節約ができる。あー、杭オレンジにしたけど、どうしようかな。これ濃い茶色でもいいな。丸太の杭をポンと、この左にサービングカートがあるので濃い茶色でもいいかなと思いました、バランス的に。うん、この配置かな。で、奥がちょこっとだけ寂しいので、穴埋めをマイデザインの黄色の木の実を引きます。そしたらこの手前側に空いてるスペースに落ち葉を引いて、そう、この濃い茶色を結構差し色な感じで入れるといい感じってことに気づいた。で、手前側は菊の花畑にしようか、ちっちゃめな。こんな感じ。この辺りに低木生やして区切りつけようか。だんだんバランスが取れてきた気がする。ここにも黄色い木の実は引けません。調子こきました。ここにも黄色の菊の株生やして、こう道に沿ってお花畑しよう。ここどうしようかな。ここなんか整列しちゃってるので引っこ抜いて、でここに丸太の柵残り一つを使っちゃおうかな。うん、でここにノームさんもう一人と、あとベーグルちゃんのパン屋さんでは後ろ側にねフルーツも育てているので、フルーツバスケットで出荷用って感じにしようかなと思います。ここがちょっと寂しいので、黄色い木の実を、間違えた、黄色い木の実を敷きます。そしたらあとちょっと手前もやるんだけど、川麹ライセンスでちっこい池を作ろうかなと思って。というのもここがビンタくん家で、ここがバーって開いてるんだよね、ちょっと散らかってるんだけど、なので、まあ、そのうちここを背景にしたこの手前側のエリアも有効活用したい。地図で見るとこの辺りですね。なのでちょっと区切りつけたくって、まあ、小さな池とかで区切りをつけれたらいいかなと思って出てみます。じゃあ本当に小さなまん丸な池を作ってみて、でこの手前にこちらを貼って、あ、これ9月半ばなのでもうそろそろ変えないといけないね。で、デコイさんに貼ります。あ、デコイさんを池の中にチャプンと置くと、よしよし。でここにアクセントに丸太の杭を配置します。ここら辺とかに金木犀も植えて、自然な感じも出していく。ちょっと位置むずいな、この辺かな。
ポスッと。うん、向きなのでは。ここもあってもいいかな。で、ここはちょっとね、抜け道、近道として通れるようにしておきたいので、その代わりに踏める黄色の落ち葉をポンとしようかなと思います。あとお花ね、もうちょっとコスモス菊をここに植えようかな。うん、もう一個置いてもいいかも。ちょっと広いかな、ちょっと多いかもな。調整調整。で、その代わりここにマイデザインを貼ろう。ここにも貼ろう。細かいけどここ寂しかったので、こっちの手前側は菊にして、ここはマイデザインにしよう。ここ空いて寂しいんだけど、丸太の柵がなくなっちゃったので、少し高さを出すためにこの巣箱をね、配置しようかなと思います。うん、まあでも高さがあっていい家具ですね。こんな感じかな。そしたら細かいところも調整して、物語の間を覗いてみましょう。でしたでしょうか。最後にぜひぜひチャンネル登録、評価、コメントよろしくお願いします。ジムはツイッター、インスタグラムやっているので、概要欄からフォローしてもらえると嬉しいです。それではまた次回の物語でお会いしましょう。ジムでした。バイバイ。